はい、どうもおはようございます、ともたかです。本日は今ちょっと見てわかると駅に来てて、でもわかりますかね、めっちゃ暗いんですよね。結構暗くて、で今からちょっと勉強会に行ってきます。で今日もまたダイエットの話なんですけども、普段 その僕運動しないで痩せたっていう話をしてるんですけども、運動しないで痩せた理由に日頃の生活の日常において運動を増やしたっていうのがあるんですね。でどういうことかっていうと、皆さんが結構やってることとか意識してることだとは思うんですけども、階段を使ったりとか一駅分は歩いたりとか、そういうふうにちょっとしたところにこだわって細かく気を使ってたりはしましたね。あとはまあそうですね、僕結構もともとはデスクワーク気味だったんですけども、こまめに体を動かしてストレッチしてあげたりとか、そのちょっと下動かす量でやっぱりその筋力の低下っていう部分も減ってくるというか、言葉が出てこなかったんですけど、そうですね。なのでそのわざわざ筋トレとかジムに行く時間とか取るのってもったいないなって思うのであれば、ぜひ日常にちょっとした運動になるもの、日常の運動レベルを上げることを入れてみてください。じゃあちょっと勉強会行ってきます。じゃあねー。